はイエス様の十字架の死を告げ知らせる時期です。この教会ではイエス様を私の救い主、僕の救い主と信じている人、また洗礼を受けている人、そして洗礼を受けたいと願っている人がこの式に参加することをお勧めしています。それでは聖餐式のために最初に共にお祈りをしていきましょう。愛する天のお父様、愛する主イエス様、この聖餐式をありがとうございます。どうぞイエス様の恩知恵と御体の恵みを私たち一人一人の上に今豊かに表していってください。はじめにあたり感謝してイエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは聖餐式を受ける前にお一人一人心の中で結構ですから、神さんの前で悪いことをしてしまったということを思い出したら、神様ごめんなさいと心から謝るとき、悔い改めのお祈りの時を一緒に持っていきましょう。愛する天のお父様、これらの悔い改めの恵みを感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを先行言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。それではイエス様の尊い身体をいただきましょう。ありがとう。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。それではイエス様の尊い血をいただきましょう。
では聖餐式の感謝のお祈りをこちらでさせていただきます。愛する天のお父様、愛する主様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様の十字架の救いを心から感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。